はい、ブラッククリームの店主です。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。前回言っておりました、こちらのシート周りのちょっと取り付けを、しましたので、この辺のちょっと説明もさせていただこうかなと思っております。で、その前に前回ちょっとハンドル周りのこのコラムのスペーサーの話してたんですけど、紹介し忘れたんで、このバンズの、もともとグリップメーターさんに、別注してるバンズのグリップなんですけど、バンズのあのスニーカーの裏の部分をそのままグリップにしちゃってるという、バンズのグリップをつけました。これがまあカゴに合わせてブラウンになっておりますので、この辺は簡単に、まあ、これすごいポピュラーなんでみんな知ってるかなとは思うんですけど、グリップ抜群です。はいそんなやつが茶色で統一されてます。はい、で今日はその本題ですね。このデッドストックで手に入れた、この、アコセットって呼んだらいいのかな、すごいかっこいい、かっこいいというかクッショニングもいいし、なんですかね、色もちょっと奇抜で、もうこれ蛍光のイエローですね。蛍光イエロー、後ろもこんな感じなんですよね。ありますか、すごいかっこいい、プレートついてるんですよね。これブルックスみたいですよね、ちょっとね、イメージとしては。でクッションもこうイメージとしてもふかふかな感じのやつなんで、これを実はインスタグラムでいつも見させてもらってるウェブでしか、店舗を設けてない、オールドマウンテンバイクの、パーツを売ってらっしゃる方がいらっしゃって、その方からアップしてすぐ DM 送ったんですよ。でその方に言ったら、はい、かなり安かったですこれ、はい、もうデッドストックで日焼けもしてるんですけど、そんなんでも大丈夫ですかみたいな感じで、いえ大丈夫ですよみたいな、もうすぐに銀行振り込みさせてもらって買わせてもらったんですけど、これ、はい、やっとイエローのまたイエローのサドル買ってんなみたいな感じなんですけど、はい、これをつけました。で、あとこのシートポストに関してはリッチーっていうマウンテンバイクメーカーがあるんですけど、まあリッチーっていう人がいたんですけど、まあリッチーっていう人が作った自転車についてた、リッチー製の、シートポストを、イメージした格安のシートポストですね。で、それに実はライト、これはちょっと寄ってもらった方がいいかな。はい、ということでこんな感じでちょっと寄っていただきました。で、シートポストに前回僕はサスペンションとかって言って間違ってご紹介してたダンパーって言われるこんなバネみたいな、こんなくの字のダンパーがあったんですけど、あれを取り付けるときに使ってた、取り付け金具が一つ余ってたんですよね。で、それをちょっと使ってですね、ライトマウントにそれをしまして、ライトを取り付けました。これブルーラブさん別注のコマライトですね。これこう押すと光ります。で、これ点灯なんですけど点滅もします。ピコ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 これで実はこれこういう感じでくる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 とネジになってまして、この部分だけ取れます。はい、こんな感じにネジ山はなってて、こっち側にマウントのネジの部分、うん、ネジ穴がついた部分は残ってて、このままくるくる回して、取り付けるんですけど、これ
取ってなんで取れるかっていうと、これ電池式じゃなくてここにあの USB の穴が蓋されてると思うんですけど、これがついてて USB で充電できます。はい、充電式です。かなり便利っすよね。でこれ取れるっていうことで防犯対策にもなるし、めっちゃいいなと思っていて、うん、おすすめです。すいません、ちょっと汗かいてて鼻がかゆいですでこれよく見てもらったら分かるんですけど、あの一番最初出た時はあの黒と、シルバーの2色だったんですけど、今回あの多分別注で出されてて、ちょっとダークグリーンとパープル、ピンクパープルみたいなやつが出てて、まあ、今回グリーンの方でちょっと抑えめの方を選んだんですけど、これあの一応、クリアと、レッドと、まあ、いわゆる簡単に言うとフロント用、これがリア用ですね。この後ろに向けて点滅するのは赤っていう風になってるので、これはあのちょうどシートの下からこういう感じでピカピカと、運転してますよいてますよ、自転車いてますよっていうのね、こういうのはね、そうですね、暗いあの街灯の少ない田舎道とか走ってるともう必ず、まあもちろんもう最近だと街中でももうライトは必須なんで、こういうのは必ずつけてくださいね。こういうのをあの怠ってると事故に遭いますから、あまり良くないですからね。はい、こういうのもちょっとかっこいいのをセレクトして、つけるのがいいかなと思って、僕はこれがかっこいいと思ったんでこれをチョイスしました。はい、でこのシートポストをじゃあ調整するために、まあ、クイックリリースですね。これもなんかあの某、通販サイト Amazon で某とか言ってるんですけど某じゃねえな、もう言ってんもんな。でそこでまあ本当ここのシートクランプって言われるところのこのクイックリリースになるやつ、ほんといろいろ探したんですけど全然いいのないっすね。ほんとない。なんかいいの作ってほしいっすね、メーカーさん。はい、いやあの知ってるんですよ、あのポールとかポールコンポーネンツとかもいいのは分かってるんですけど、ここだけで1万円するじゃないですか。いや1万円かと思って、ポールのパーツここだけっていうのもなんかちょっといなんか腑に落ちないんで、つけるんだったらブレーキも、ステムも、クランクもとかね、もうそういう風になってきちゃうんで、もうそれだったらポールで統一したいなと思うんですけど、ポールつける予定ではないんですよ、これには。あえて、まあ、マチャリっていうイメージなんで、まあちょっとそのどれだけ安くでもかっこいいみたいなのをちょっと追求していこうかなと思ってるんで、これは、500円ぐらいで、おそらく台湾製ですね、買いました。はい、海外から発送していただいてるんで多分、結構時間がかかりました。はい、これも本当にあのプリントも何もしてないんでノーブランドですね。はい、まあ、こういうのもちょっと探せばいろいろあるんですけど、なかなか自分のこう好みに合うデザイン、これだみたいな、これだっていうのが全然見つからなかったんでかなり時間かかりました。はい、そうなんですよ。でこれをちょっとはめてる時に実はよいしょ、これ取れるかな、意外とねこのシートポストが長かったんで、これ実はちょっとねはめるときによいしょ、これグリスでこんな感じになってるんですけど、新品なんですけど、ちょうどライトマウントのこのこの辺ですね、わかるかな、ここはもう拭いたら綺麗になるんですけど、こっから下はこっから上ですね、これ傷なんですよ、これがついてて、うわちょっと見えんじゃんと思ってて、こっからこっから下はもう全部この中に入っちゃうんでなんですけど、
この辺ちょっと気になんなと思ってて、これを綺麗にしたいなって考えてます。この辺綺麗じゃないですか、めっちゃ新品なんでね。あ、そうなんすよ。どう思いますどう思いますって、綺麗にしろよってね。そう、その綺麗にする仕方みたいなのが、なんかどうやってやってんすかみたいな、どんな道具使ってんすかみたいな。まあこれもこのフレームも今かなりポリッシュかかってると思うんで、これももうサビサビで、ステッカー、まあデカールも汚いのがいっぱい貼ってあったんですけど、全部綺麗にしてビカビカでしょ。これも綺麗にしたんですよ。これもだからできるはずじゃないですか、っていうのを次回はお届けしたいなと。どんなやり方でどんな道具を使ってやってるのか、まあ素人なんで、それがいいかどうかあれなんですけど、まあちょっとね、皆さんのやり方とかももしあればコメントなんで教えてほしいなと思うんで、こういうのも便利ですよみたいなのを情報共有できるようなね、YouTube にしていきたいなと思うんで、ぜひちょっとその次回の、僕が磨いてるシーンとかですね、こんな動画を紹介してますよと、動画ちょっと撮っていきたいなと思ってますんで、ぜひ、次回もお楽しみで。詳しい、商品内容の説明なんかも、まあブランド名とか出てると思うんですけどね、これ今、まあ、見えてると思うんですけど、その辺も概要欄に、きっちり書いておきますんで、よかったら概要欄もチェックしていただいて、見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。